8月9日水曜日今日の天気は雨時々止む日本放送飯田浩事のオッケー工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩事ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です日本放送飯田浩事のオッケー工事アップこの後8時まで生放送です まあ久しぶりに雨が降るよというね、えー、感じのお天気まあではあるんですけれども朝玄関ドア開けて出るとものすごい蒸し暑いびっくりしましたねいやそうだよね我々あの朝はタクシーで来るんですよやっぱ電車動いてないからねやむを得ずという感じですがであのちょっとね 車待っててくれたりとかすると、まあ中はクーラー当然かけてるじゃないですか。うん、曇ってたよ。そう曇ってたんですよ。曇ってるよね。曇りましたよね。そう。そうやっぱそのぐらいね、今日は蒸し暑いというか非常に湿度が高いと深い指数がこれは高いねというところなんですが、まあこういう時ってかえって、まあ気温は低いんだけれども熱中症だとかっていうのも気をつけないと汗が全然蒸発しないんだよね。そうなんですよね。まあ気温が低いって言っても今日東京都心三十二度なんですけれど、<laughs> こ,れこれ低いって言うのかっていう。<laughs> なんだよな。そうなんですよ。この感覚がそもそもおかしいんだけど。今ま <laughs>、うん、<laughs> では三十六度七度みたいなのを連発してたから。なんか過ごしやすい気が。しちゃうんですけど、それでも三十度は超えてるんですよね。真夏日ではあるんですよ、ね。そうなんです。真夏日で蒸し暑いの。<laughs> はい。やだ。 ね、嫌になっちゃいますよね本当体調崩さないようにね、うん、お気をつけください本当ねやっぱ周りでもねちょっと体調崩したなんていうね話が出てきたりとかもするんですが、はい、あの私この番組が8時に終わった後、まあ、あの会社内で、えー、いろいろ雑用とかしながら火曜日はですね、えー、その後番組の会議があるんでそれに出るということをやってるんですが、うん、あの昨日はその直前ぐらいにちょっと電話がかかってきて。あ、はいえー、あのまあ、ね この夏休みの時期も学童に、まあ、公立の小学校に併設している学童が受け入れてくれてるんでそこに子供預けてるんですが電話かかってきてあのお宅の息子さんがちょっとお腹痛くなってるんでとであの迎えに来てくださいと。 そうあの子供に変わったら子すも、ね、子供もかの泣くような声で父ちゃんお腹が痛いとか言ってるんでおこれはまずい、これはまずいこれはまずいって言ってでもいろんなこと考えるわけですよ、この時期だからねやっぱあの体調崩したってなると、まあ、熱があったらどうしようとか、まあ、そうしたらいろんな、まあ、最近は、ねえー、コロナも流行ってるしインフルがあるかもしれないし夏風邪みたいなのも入ってます、ね、い結構お腹にくるみたいな話も聞いたりなんかしてたんでいやーこれはえらいこっちはえらいことだと。 でちょっとあの会議今日出れないんですけどすいません」なんて言いながら取って返してでですねで子供のところに行ったらもうあの歩けないって言うんで、えー、歩けないか歩けないしょうがないじゃあもう抱っこするか」なんて抱っこしたら抱っこするとおなかが。 圧迫されて痛いとか,だからあ<ー>あじゃあしょうがねえなお前じゃあおんぶしてやるからちょっとこれ乗りなさい」なんつってね肩貸してでおんぶしてでそこに自分の荷物と子供のリュックと思ってですねひいひい言いながら家に帰ったんですよ<ー>、ね、帰ったらもう,あのもう寝たいとか言うからそれでこうベッドに横になってで慌ててクーラーつけて何して彼して、あのー、ちょっとねあのパジャマに着替えさせてとかでちょっと熱上がってみろお前とか言うとあ熱はねえなとかねやってでそしたら子供 が寝出したんでとりあえず一段落だこれやとうん、うん、思ってですねであのしばらく、まあ、横で私もあのうとうとしてたりなんかしたんですけどそうしたらあの3時間ぐらい寝たらですねピンピンしてきておよかったですねううおおとでそこで事情聴取ですよ。い<や>どううしたまずどういう痛みだったんだとズギズギ痛か痛かったと今はどうだ、ね、今はもう大丈夫。 でお前朝何食べたんだとスティックパンを食べたお食欲はあったのかとそうかそうかと何本ぐらい食べたんだと、うん、そうだな4本ぐらい<え><本>ちゃんと食べてる本本食食べべたて牛乳も飲んだと、うん、で、えー、学童行って何したって言ったらもうあのいきなりグラウンドでキャッキャッ言いながら遊んだとか言ってお前なーって<ー>食べ過ぎた上にいきなり動いたからそれはお腹痛くなるかもしれないですね。<laughs> <君>ね <laughs> <laughs> うん、うん、それは消化したらピンピンするわなって話で <laughs> 父ちゃん腹減ったとか言い出してですねこ <laughs> んなろうとでまあ,あの飯を食わしたらもう「じゃあちょっと遊んでくるわ」とかあれば「<laughs> いや <laughs> 俺の午前中を返せ」って <laughs> いやでもよかったですね <laughs> まあほっとはしたんですけど、うん、子供ってやっぱそういうもんだなというねそう,いうもんですよね <laughs> もうこればっかり誰を責めるわけにもいかないんでこの気持ちのもやもやをどこにぶつけようとここにぶつけましたかこれはもうオープニングトークでやるしかねえだろってなるほどまあねでもやっぱこう胃腸がちょっと弱ってるのもあるのかもしんないよねっていうねまあちょっとやっぱり夏バテじゃないですけれどねありますよねそういうことってそうなんだよその間妻とも連絡を取ってさこれらもうひょっとしたらあのねえあもあれかもしれないからとかいろんなことをやってたんですけどまあ結局それも これも全部こう、泰山明堂してネズミ1匹みたいな状態になったんですがあ、ね、いろんなことが起こりますよ、本当にこの夏はこれから、ね、あのお盆休みという方もいらっしゃるかもしれませんけれどもあのちょっと台風の状況等々心配です、今日も日本気象協会の方ともつなぎながら、えー、情報入り次第またお伝えしていこうと思っております。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向 G アップはリスターのあなたコメンテーター、私井田新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターあ改め X で、えー、ご意見をお寄せいただきたいと思いますあのー、ショーアップナイターをお聞きになった方からですね井、えー、田さんの声のジングルが出てびっくりしましたと<ー>いやこの、ね、熱いぜセリーグということで <laughs> あのー 私は阪神応援ジングルを流してますしまたあのいろんな各球団の、ねえー、審判の,あのショーアップナイターのおーチームショーアップ、ねうん、応援団の人たちがいろいろジングルやってるということがこれから順次出てくると思いますので,うです、ね、私は追払いみたいなもんですけどいえぜひいやだから阪神もさ、えー、チームショーアップでいうと松村君ね、いろいろいらっしゃいますで。 えーえー、ぜひ、お楽しみいただければと思います、えー、今日も夕方5時半から日本ソーシルアップナイター巨人・阪神戦、えー、谷重元信さんの解説今日は諸岡正夫アナウンサーの実況であります。えー、ぜひこちらもお聞きください さあ,あ今朝のコメンテーターは数量政策学者、高橋洋一さんこのあと6時半過ぎからご登場まずは自民党の麻生副総裁が台湾を訪問しております蔡、えー、英文総統と会談も行いましたそして、えー、6時50分過ぎからのニュース7時またぎきのは経済指標がいろいろ出てきました実質賃金前年同月比1.6%減 それから中国軍のハッカーが3年前に日本の防衛ネットワークに侵入していたという、ね、これニューヨーク・タイムズなどが報じておりましたそして台風6号、7号の最新情報についておはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎ日本気象協会の方とつなぎますさらにはマイナンバーの総点検中間報告が公表されましたそして8月9日今日は長崎原爆の日であります7時半ごろのニュースキーワードで取り上げますそして7時43分 今頃スクープアップのゾーンは、えー、各派閥の研修会自民党のモテギハがえ今日から研修会を開催ということであります夏の政局についても取り上げますメール X こちらですメールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com ファックスは零五七零零二一二四二 x への投稿はハッシュタグ工事1242ハッシュタグ工事1242です今週は番組オリジナルマフラータオルを毎日3人の方にプレゼントしていますコ工事アップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください ここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、今朝の一面ですが昨日ですね、あのー、マイナンバーカードのー、まあ、紐付けに関して、えー、口座番号であるとかあるいは健康保険証の紐付け等々というところの、まあ、総点検の中間報告というのが公表されました、まあ、これについて、えー、朝日毎日読売と一面トップであります朝日新聞 保険証ご登録8000件コスマイナー中間報告1000飛び69件追加多分野も11月末までに点検毎日新聞マイナーご登録新たに1000飛び69件首相総点検完了11月末中間報告それから読売もマイナー保険証ミス1000飛び69件別人紐付け公務員年金でも総点検中間報告と。 いうことですそれから東京新聞もですね、えー、保険証ミス新たに1069件肝付け公務員年金も118件と、えー、いうことで、えー、各紙が報じております、まあ、これ後ほど今日のコメンテーター高橋陽一さんとまた深めていこうと思っております えー、それから産経新聞の一面はあ台湾を訪問中の麻生自民党副総裁について、まあ、これも後ほど取り上げますが、えー、麻生氏、台湾に防衛力使う有事、抑止へ維新、名人蔡総統と会談と、えー、いうことで、まああのー、国際フォーラムでの、うん、演説等々もあったということであります。 えー、そして、えー、気になる記事というところでまずはですね、えー、日経があそこそこ。 大きく報じていたんですけれども、うんまあ、官僚のです、ね、人事についてなんですが、えー、4面、政治外交面ですアメリカ大統領選控え、異例人事首相、中米大使に外務次官候補ということで、えーまあ、外務次官がもう変わるというところなんですが次官候補と目された山田茂雄外務審議官が中米大使に就くということで とうこ,とでまあ、これがうん異例の人事だというふうに報じていますトランプ氏復帰にも備えということで、まあ、アメリカ大統領選があ間近にそ、えー、控えているというところで。う まあ、あバイデン氏が再選出馬をするという民主党に対して、えー、共和党の方はまはあ、今、指名候補争いではトランプさんが世論調査などでは1位を取っているというところで、えー、このなんで山田さんという人が、えー、なったのかというと。お あのウクライナへの電撃訪問についてあの辺をです、ねえー、現場で取り敷いたのがこの山田さんという人だったというふうに記事では、えー、書いています。まあ、その辺で、えー この計画を実行したのが山田氏だった、保否のため、部下任せにせず、自ら実務を含めて動いた、えー、首相周辺は山田氏はフットワークが軽いと話すということで、このフットワークの軽さというところが、トランプさんに対して何か食い込めるんじゃないかとこういうようなところも期待しての人事だということなんですが、総理、肝入りの人事だそうですね、こういうこともあるんだなというところであります。それからもう一つ今日は、えー 長崎原爆の日であるということ、まあ、これもね後ほ、えー、ど教えてニュースキーワードのところでえやりますけれども、えー、他方ですね、えー、今日8月9日というのは、えー、ソ連が。 日本に対して対日参戦を発表したとソ連の対日宣戦布告が行われたと、まあ、あの当時の日ソの中立条約というものを破棄してそして中国の東北部であるとかあるいはカラフトに侵攻したとそれから千島列島にもやってきたという日でもあるとそしてそれだけではなくて当時の国際戦時国際法 東々でもえ違反となる非戦闘員の拘束抑留そしてえまあ労働力として使役をしたとたくさんの方が亡くなったえシベリア抑留う等々まで行くとこういうところがまさにこの日始まったということでありますあのツイッターまあ今 X と言いますけれども毎年この時期ですね不要録という アカウントがリアルタイムで当時の動きというものを出してきておりますが六、まあ、時の段階で参謀次長のもとに対日宣戦布告の報告が挙げられるというのが今最新のエントリーとして出ておりますこういったことにも思いを馳せる夏そういう時期でもあるということです この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は数量政策学者高橋洋一さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずは自民党の麻生副総裁が台湾を訪問し、蔡英文総統とも会談を行ったというニュース。えー、今日、産経新聞一面トップで大きく報じております。まあ、あ台湾をね。えー、まあ、台湾というか、まあ、このあたりの。 抑止力と、うん、うん安全を守るためにどうするという話、フォーラムでの演説も行われたそうですけれども、まあ、この訪問、田橋さん、どうご覧になりますかこれあの、うん、意義深いというかね、あのうん、保守系で、だから安倍さんの後を誰が継ぐかという話をしてたただ、はいたら、まあ。 麻生さんがね、ちゃんとやってくれてるみたいなんでね。あの麻生さんみたいな人行くって多分他の人行きやすいですよね。だから、来年の相当性に対するね、施こ支援というかね、そういう形にも。私なんかに見えますけどね。だから、やっぱり早速、あの中国さんがすごく反応してるんでしょそうようです。すごく反応してるでしょ反応してるってことは、その悪いことじゃないんですよ。まあ、それだけ。そうですよね。そうですよね。反応してるってことはね。なんか、ウェルカムなんて言われた、困っちゃうんでね。うん。 まあこれ、ねあのー、来年の1月にはもう総統選が行われるということで、ね、まあそう考えるともう半年切ってるわけますよね、だからあの、ね、戦わずして勝つっていうのがまあ中国の戦略ですからね総統選に向けていろんな工作があるわけなんでね、はい、まあこういうのもありですし安藤さんもそれに対応するという意味合いもありますよね、うんまあ、あのその民進党の候補にもなっている来イ・徳副総統とも会談を行ったということ。うんね、まあもちろん日体関係のね重要性ま 確認したとそうですけどね、現政権の方に応援してるって感じはしますけどね、これ、国民党とそれから三つどもえだというような話も出てきておりますなんかいろんなあれ、ねあのうん、複雑ですよね、台湾もね。う <laughs> でまあ、これ、講演も国際フォーラムの場で行ったとで、いざとだったら台湾防衛のために防衛力を使うと、その明確な意思を相手に伝えることが抑止力になるということで、うん、まあ戦う覚悟が求められているといういそうです,うですね,このね、抑止力っていうのはよく言われるんだけど、はい、あの多分何が重要かっていうと、まあ、コミットメントっていうと、信頼っていうことなんですよね、うんだからコミットメントがないとね、抑止力なんか全然意味ないんですよね。 だからいざという時に行くぞと、はい、はっきりそういういメッセージを伝えるっね、メッセージを伝えるから、実は相手があのちょっとひるむっていうかね、うん、出なくなるんでね、それがだから平和なんですよね、うん、だから,このだからそ,の、まあ、そのためにでもちゃんとあの持,つ持つべきものは持ってないと、はい、メッセージ伝えても意味ないから、持つべきものを持っておいて、それでメッセージを伝えるっていうのが、そういうのをはっきり、まあ、あの具体的にやってますね、これは。うん 私は、の抑止力の話ってね、はい、あのなんかあのみんなよく分かんないらしいんだけどね、実はこれね、2005年に、ね、ノーベル経済学賞を取ったあのトーマス・シェーリングって人が実は最初に言った、はいってか、かなり最初に言った話なんでね、はい、この話、はい、ロジックで破るのは結構難しいんですよね、ーだってノーベ,、ね、ベル経済学賞もんだから、その理論ってどういう理論だ,った、うん、だからこういうコミットメントが非常に重要だって言って、あ<ー>コミットメント重要っていうか、き,きちんとやるっていう、そのメッセージで、実は平和になるって、うん、そういう。 理論なん,ですよんだから抑止力っていうのはそういう意味であのなんかやったらやり返すっていうのをメッセージをはっきり出すことによって、はい、それで平和になるってそういう理論ですからねこれを打ち破るのは大変でもしこれ打ち破れたらノーベル経済学賞取れるんですけどねな,どなんかでもなんか、えー、とこの間あの、ね、広島の市長が「抑止力が破綻してる」と「ああ核抑止論が破綻してる」って言ったんだけどぜひノーベル経済学賞取れるんじゃない<ー>破綻してるってことをきちんと示せればうん。 こと台湾に関してはそのアメリカも今まではいわゆるあいまい戦略というもので守るか守らないかを明言をしないと。うんうん でいうまあ、特に現状が維持されるときにおいてはという両方がついてますけれども、うん、これ、やっぱりでも、そのねあの、高橋さんが今おっしゃった抑止論でいくと、うん、この曖昧戦略っていうのも、ちょっと不安定要因にもなって,くるって、ね、あの曖昧だと、ひょっとしたら来ないっていうふうに思わせると、やる気になっちゃうってところがあるんですよ、はい、まあ曖昧っていうんだと、もっとすごくいくぞっていう可能性もあるから、幅が広いんですけどね。でもすごくにに迫っているときは来たら The cat sat on the こういうふうにいきますというふうなことをコミットメントはっきりした方のが実は平和になるんですけどね、うんまあ、ここのところバイデン氏が明確にしたのをいや、うん、いやいや変わってないよっていうふうに、まあ、国務省筋などが打ち消すというのがね、うん、続いてましたけどこの辺もだから、そろそろメッセージ出さなきゃっていうのが冷戦の時にすごいメッセージがあったのは来たら即時に反撃するって言ったでしょ、うん、これはすごくいいメッセージでこれで平和になったっていうのであの冷戦がへあの戦争にならなかった平和になったんで まあ、ノーベル経済学習までいってるんですけどね、ええ、お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方 放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろんたっぷりとニュース解説をお送りしていますレギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています 日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージアップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は数量政策学者高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあまずは株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地八日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は。 前の人比べ158ドル64セント安い35314ドル49セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は110.08ポイント下がって13884.32でした一方円相場は1ドル143円30銭付近で取引されております えー、アメリカの格付け大手が銀行の格付けを引き下げたということで金融株に売りが膨らんで反落をしたということだそうです、えー、ではこの時間取り上げるニュースこちらです6月の実質賃金前年同月比1.6%減15ヶ月連続でマイナス 厚生労働省が8日発表した6月の毎月勤労統計調査によりますと現金給与総額に物価の変動を反映させた実質賃金は前の年の同じ月と比べて1.6%減となりました名目賃金は伸びたものの物価高騰の影響が大きく15ヶ月連続で前年を下回りましたまあこの カーと賃金の伸びというところも、ねうん、追いかけっこってのは言われますけれども。<laughs> 先に物価、はい、のほが下方をびてそのあとに賃金なんでね、うん、あの大体この動きを見てると実質賃金がいつからマイナスかっていうのは、まあ、15か月前からっていうことは去年の、まあ、初めぐらいなんですよね<ー>で初めぐらいがずっとだん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 じそ,のその時は名目賃金上がらないって物価が上がるから、はい、実質賃金はずっとマイナスになるんですね。でそれで多分今年の初めぐらいが、はいまあ ボトム下の、<ー>それから上に上がってきてる状況ですね。上に上がってるんだけど、今月はね、またちょこっと下がったんで上に上がる時もね、うん、一気にひゅうって上がるんじゃなくて、はい、あ、あの上がり下がりがあってね、上がっていくんですよね。うん、で、そういう中で予想するとね、まあ、年内ぐらいには、ひっくり返るんじゃないかなと思いますけどね。おお<ー>。うん、マイナスからプラスに転じると。ええ。 ということだとだういうのに一気一言ってんだけどねこうやって大きな15か月せっかくねマイナスだって言ってくれるんだったらその数字を全部並べてくれたら分かりますけどねうん、うん、今年の最初の時をマ,マイナス4ぐらいだったからね結構前年同月比マイナス4%、うん、近かったねでそのぐらいがあのボトムであとはだからちょっとずつ上がってるってジグザグしながらね、はい、上がってるってそんな感じでありますけどね。う まあこの実質賃金の話ってまあいろんなところでね取り上げられたりなんかしますけどそれこそ,その10年ぐらい前ですかアベノミクスの最初の頃でこうで労働市場にいろんな人が入ってくる段にも実質賃金上がってたじゃないか賃金下がってるっ,つって批判されたこともありましたね。上ねあの入っててくくる人のあれがすごななんていうかな 最初入ってくるとき賃金低いからね。まあ一番最初ね今まで、えー、まああの働いてなかった人が、低、ね、正規パートだとかそういうふうなのがあの一巡していくとだんだん上がるんですけどね。実人給の動きっていうのもすごく下がってから上がるっていうパターンになるんですよね。今現状で、うん、あの失業率はまあ2.6%ぐらいで、えー、でかつそのサービス業とかで人が戻ってきてるっていうような話が、うん、まあ人手不足が起こってるって話もありますし、ねうん、賃金がなんか上がり始めてるんですよね。で賃金上がり始めるんだけど賃金 っていうの,はあの制度上1年に1遍しか上がらないとかね 1>, <ー>うん1年に1遍しか上がらないものとうんあの物価なんかを毎月いくつでも上げられるんだよねでね、うん、そうするとやっぱり賃金の方が遅れるのは間違いないんですけどね。う くれるって言うんだけどでもそれさっきちょっと言ったけど1年ぐらいの差を見ると、はい、それ見ると結果的には全部取り戻しちゃうからあの私なんか全然こういうの全然心配しなくてね、うん、全部見てみればいいんじゃないのって <laughs> そうすれば動きなんか分かるからというふうに思うだけなんですけどね、うんうん、でもこれこういうふうに記事の時には必ず、はい、あれですね前の月の実質賃金とかね私さっき言ったねこの10か月ぐらいの実質賃金の数字全部並べるだけで大体、うん、あ,あれだな今年の最終ぐらいが ボトムになってて、それから上がってきてるなってわかると思いますけどね。はい、そういうのはまあ言わないですよね。うん,うん。で、その一方の物価の方の見通しなんですけど。これは海外が落ち着いてくるからとかううとでか。落ち着いてくれば落ち着いてくるしね。うん、別にあの物価が、あのそこそこ、そこそこ伸びてもね。うん、あの上がってもね、はっきり言えばね、上がっても実績、名目賃金のほが遅れるんだけど、それでちょっと上がるんですよ。うん,うん、あの生産性って分があるからね。うん、だから、そんなに心配ないんです。はっきり言えば、実質賃金。 話っていだから物価がその落ち着くか落ち着かないかってかかわらず、はい、その名目賃金自体の伸びっていうのは物価のレールよりはちょっと上回るっていうのが今までのほとんどの経験則なんでねんだからそういう意味ではすごくあの物価の伸びが伸びたからといって、はい、まあそうするとまたねずれずれになってなかなか実質賃金上がらないんだけど、はい、それでも最終的にほっとけばどっかで実はひっくり返って実質賃金上がるんですよ。うんうん、というのは経済学の話なんだけどね。えー、そういういの分かってたら な,なんでこんなの心配するのと思うけど、うん、まあでもね、まあ、ニュースだからねいつも言うわけねでねこういうのをねすごく分かりやすく言うんだったら日本の新聞じゃあんまりないんだけど、はい、実はグラフを出すんですよあ<ー>グラフを出すとそれ一目瞭然なわけあ全体の流れみたいなものが出いってあのほら日本の新聞ってあんまりその図情報がないでしょ文字ばっかりでしょ、はい、だから図を出すっていうのは一番簡単な分か,かりやすくねあこうなってんでしょこうなってんでしょって傾向値が分かるわけうーんで この先なんですけど、うん、これ、あのまあ、徐々に徐々にそうすると、まあ、実質賃金が伸びていって、プラスマイナスが逆転していくと、うん、これ、どうなんですか、そのまま放っときゃいいんでしょうか、それとも政策的にこう加速させるとかってのはすか,あのか加速 <laughs> させるのもできるけれど、悪い方向になってないから、結構、放っとくっていうのが普通なんです、だからあの、なんか日銀がね、金融引き締めみたいな、ちゃやったりするでしょ、あねはい、やらないほうがいいんです。 だいたい今の場合はいい状況だからほっとくっていうのは普通ですやっぱあのイールドカーブコントロールの柔軟化とかねなんか意味がないでしょ意味がない意味やっちゃいけないの話でしょだってだからみんなあのインフレ目標っていうのはよく怒りしてないんだけど、うん、2>, 2, 2じゃなきゃいけないと思うかもしれないけど、うん、あんなの1から3の間にハまってたら大体いいんですよで極端に言うとまあ,あの3ちょっと超えても全然大した話じゃないです あ一時期、黒田さんはオーバーシュートっていうてよ、ね、全然気もすななう,うんああもちろん普通,に普通は気になるだからあなんかアメリカとかヨーロッパなんかはインフレ率が4か5ぐらいになってから引き締めの話したずですがそのくらい放ほっとけばいいんですあはっきり言うと 2, 2から4ぐらいの間っていうのはほとんどコストが同じぐらいなんですよだからほっといても全然構わない。 うんうん、だから、ほほなんでほ,ほっとかないのかなって分かんないですよ、私は。むしろ、戦闘を打つんだみたいな。あいえい,やいやへ,へ下手な鉄砲なんだけど、はいあの、下手な考えは休みに至りってやつですよ、これは。う でも、ここで、その、せっかくいい流れになったのに、これ潰しちゃったら意味ない。ですよねいつも潰すんですよね。いつも潰すんだよね。あれあったけど、よく理解できてない人がやってることですよ。この日銀の、普段議事録って、十年ぶりに出たでしょそしてね、私は、だから、二、二パーセント、二年。二倍っての理論をやって。それで、それを理論の話をしてね、岩田先生に言ってもらったんだけどね。そしたらね、この議事録見たらよくわかんないんですって言ってる、日銀事務局いて、そいつが今。 よく分かんないやつが副総裁ってわけ、うん、かんないこえー、物価と賃金のお話などなどをいただきましたが、カンヌ貫さん、ツイッターで、えー、10月にガソリンの補助金がなくなるとか言われてますよね、さらに実質賃金、下がるんじゃないですかという指摘。うん うんとそういうのはちょこっとあるかもしれないけどまあだからあのうん何も続けていれば多分戻るっていうのはその通りりだからそ余計なことをすると余計なことをすると変なことになるっていうのもその通りです余計なことってさっきもちょっと言われたけどずっとそのままで何いいいいか,かしなきゃいけないんですかっていうに言われたから今ののまま続けるのが一番いいんですそれで余計な変なことはやらないほうがいいっていうそれだけ。だから,だからこれ 無理やり、ガソリンの話なんか無,無理やり変なことするってじそういう時期になってるからって,言って無理やり変なことするっていうのはまあやそういうことはやめたほうがいいんですこのまま今の現状を維持し続て、ね、そう現状続ければいいだけなんだから役員にとって楽なはずなのにね<ー> <laughs> なんかそのやめるときだけこれもね法律でこの時期までって決まってるからめ今の状況はいい,いから続けましょうってそれそっきりの話なんだよ。<laughs> うん それから、まあ、あの物資が不足している、まあ、半導体などが一時期言われましたけれども、はい、その辺の要素っていうのは考慮に入れなくてもいいんでしょうかそうですね、えー、っとそういうのは個別物価って話だから<ー>全体の物価とはあんまり関係ないし個別の事情っていうのは全体の動きというのにあんまり影響はないですね。はい さあそして、もう一つのニュースですが中国軍のハッカーが3年前に日本の防衛ネットワークに侵入していたとえ<っ>、えー、これワシントン・ポストが7日付で報じていて、えー、昨日、ですねこれについて聞かれた浜田防衛大臣はこう答えておりますサイバー攻撃により防衛省が保有する機密情報が漏えいしたとの事実は確認しておりません。 いずれにせよ、サイバーセキュリティは日米同盟の維持強化の基盤であり、引き続きしっかり取り組んでまいりたいと考えております。 えー、当時、アメリカの NSA= 国家安全保障局がまず察知してそして、当時ホワイトハウスで安保問題を担当していたポッティンジャー大統領次席補佐官などが急遽日本を訪問防衛大臣に状況を説明したということでありますが、まあ、あ今、お聞きいただきました通り浜田防衛大臣は、えー、今のところうん何か情報が漏洩したとかそういうことはなかったと、うん、確認されていないというふうに答えております。 まあで今はあれだよ、ね、そういうふうな戦場っていうのが平時でもこういうサイバーの話があるんだよで、ね、そこでやっぱりあの、まあ、中国なんかはものすごい強力な人員と。あの を投入してるわけなんでね。はい、それに対するあの防衛も必要ですよね。うんうん、防衛国 <laughs> 防のとこ防衛できなかったら情報取られちゃったらもうアウトですからね。そうですよ、ね。ええー、だからやっぱりサイバーのところはちょっとあのもう戦場だと思ってあのお金と人を投入するしかないんだと思いますけどね。でやっぱりこの手の話になると個人差とか能力差が随分あるから、はい、あれですよね。結構給料弾まないと難しいですね。給料弾まないと。えー、だってそれあの精神的に頑張ってくれなんてだっ,って、えー、そういう 人だけじゃないからねある程度、給料を集まないとだめだし、うん、なんかよくあの防衛省の関係者から言われ,言われるとね、はい、いやだけど、もう公務員の給与体系があってね、はい、あの事務次官の給料を超えられないから無理なんですよと言われちゃうとね、ちょっと、えー、これは別にね、専門家なんだから、それは特,特別にできないのかなと、正直とって私なんか思っちゃうけど、まあ、法律でそういうのはのは知ってるから、そこはちょっとね、例外はつくるっけないなと私は思うけど まあ本当事務次官と並びになると、うん、まあ年収ベースで2000万そんなんじゃ来ないですよそんなんじゃ来ないですよないですよそれはすぐ私でもすぐ分かりますよ来ないですほんならねもうちょっと挟まないとかブ,ブレーキーの世界に似てるからああなるほどまあほんと腕一つでだからそれと似てるからさもうちょっと夢がないと無理でしょうーんうーん でもこれは本当そこの能力いかんで日本もの情報だけでも大事だしプラスこれ同盟考えるとねアメリカの情報も含めて,てこんなになってたらだからあれ、ね、オーカスなんか絶対入れてくれないしあ<ー>あのファイブ・アイズなんかブアングロサクソンの情報共有の仕組み無理ですね、うん、だからやっぱりこ,このプロ,プロ野球の世界とかね、はい、あのと特殊機能だからって割り切ってねそれでもあの、ね、プロ野球でもこういう。 蹴取ってダメな人もいるんだけど、する、うん、と何人か一人ね当たればいいっていうふうに理解して、はい、あのぶやるんですよね。こういうのってね一人でもね千人り百人力とかそういう感じになるんですよね。能力一人の人の能力でもね、だからそういうのをあのえっ、ー、とねゲットできるようにね。 あの頑張るっていうかねあなるほど、うん、千人引っ張ってきて一人の大谷さんを探すと当た,そうそう当たればいいってうん。うんそのくらいの感じですよねうんだからそのあと無駄遣い無駄遣いって言われるんだけど、はい、まあそういう世界だからねこれはね芸能界に似てるんだけどたくさんありグーとしてねた、えー、一人当たればいいっていうのに近いんだけどね、えーえー、ニュース七時またぎ後半は中国軍のハッカーが防衛ネットワークに侵入していたというニュースを取り上げました おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんえまずは台風に関する情報をお伝えいたします 台風6号は鹿児島県枕崎市のの南西西ににあって北西に進んでいます気象庁によりますと台風6号は今日午前6時45分には鹿児島県の枕崎市の南西およそ110キロの海上にあって1時間におよそ15キロの速さで北西へ進んでいると推定されます。 中心の気圧は970ヘクトパスカル中心、えー、最大風速は30メートルで中心から半径165キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いているとみられます台風はこの後明日にかけ九州の西の海上を北上する見込みですえー、そして交通に関する影響ですが台風6号の接近に伴って JR 九州は西九州新幹線の武雄温泉駅と長崎駅の間の運転を今日午前9時過ぎから見合わせると発表しましたまた昨日昼過ぎから運休した九州新幹線の熊本駅と鹿児島中央駅の間は今日も始発から運転を見合わせ台風の動きを見て再開を決定すると説明しています 在来線は九州のすべての県で今日も多くの路線で始発から終日運転を見合わせ一部の特急や観光列車も運休します一方、JR 西日本も広島駅と博多駅の間など山陽新幹線の下り線3本の運転を今夜は取りやめると発表しました。山口県などの在来線は 一方、空の便は日本航空で252便全日空で96便が欠航を決め3万5500人余りに影響が出ております。 えではこの台風の最新情報につきまして日本気象協会の木村正弘さんとつなぎます木村さんおはようございますはいおはようございますさあまずは台風六号ですが、はい、雨風と今どうなってますでしょうかはい台風六号が鹿児島県の大隅地方や薩摩地方などを暴風域に巻き込みながら進んではいるんですが、はい、まあ時速が15キロということなので自転車よりも遅いスピードですね、えー、とにかく遅いというのが今回の台風の特徴です 少しずつ北上はしているんですが日付が変わった頃から九州南部特に宮崎県など大雨がずっと続いているんですね、はい、まあ鹿児島では風の強い状態も続いていて幕崎市で先ほど最大瞬間風速41.8メートル観測していますまあ今回の台風この動きが遅いことに加えて大雨の範囲が広いというような特徴もあるんですね、はい、まあこの後の進路は九州の西を 海上を少しずつ北上していってまもなく熊本の天草などが暴風域に入る予想ですまた長崎県内も日中は暴風域に入るんですが九州全体が暴風域から抜けるのがだいたい明日の朝ぐらいになりそうなんですねまあ九州では道路標識が傾くぐらいの暴風も予想されています また線状降水帯に関してまだ発生はしていないんですが、まあ、宮崎県内など3時間で100ミリを超えるような場所も出てきていますので、まあ、九州など明日,に明日午前中にかけて発生する予想が出ていますまたこの線状降水帯というのが仮に発生しなかったとしてもすで、はい、に災害レベルのような雨の降っている場所もありますからこれはもうこの線状降水帯という

うーんまあすでに、ね、冠水などの影響が出ているところもあるかもしれませんので、はい、まあ周囲の状況を見て危険な場合は無理して外に出ずに、ね、あの家の中の2階以上などで、えー、<ー>安全な場所で身を守っていただきたいですね。で仮に外に出てこう避難所に行けるような場合はもうためらわずに速やかに移動していただく、まあ、周囲の方に声をかけて複数で移動するということも重要になってくるかと思います。 発生しました。こちらの状況はいかがですか。はい、そうですね。台風7号は現在小笠原の近海を西の方向へ進んでいます。うんまあ、こちらの台風も夏夏の台風らしくて、4い。方円がなかなか定まらないんですね。はい、まあ、最新の情報では14日頃に方円が関東や東海にかかるようになってきています。うん でこの7号も接近して遅くなるような予想も出てきていますし、はい、まだ予想は変わりやすいですからこまめにまず情報をチェックしていただくということと、うん、まあ近づくことを前提に早め早めに対策を取っていただくこと,いうことが重要になってくるかと思います、ね、なるほど14日って聞くとあ3連休は大丈夫かもと思うけど、はい、そう思っちゃいけないということですかそうですすかそうねやはり接近前から大雨になるケースは多いですから<ー>やはりこう台風の中心ばかりを追いかけずにですね、はい あの最新の情報でいつから雨が降るのかということもしっかり確認しておくといいかと思います。うんこの七号に関してはどこかのタイミングで日本列島に上陸する可能性は高いですか。はい、まああの予報円がですね、えー、最新の情報で十四日にあの陸地にかかっていますので、えー、可能性としてはそういった上陸という可能性もなくはないかなというところです。ただやはり上陸しなくても近づけばかなり影響がありますから、えー、こちらも上陸するしないかかわらずやはりそこそこ近づくので。 れば風雨影響が出てくるということは考えていただきたいですね。わかりました。木村さんどうもありがとうございました。はい、またいろいろ教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。日本気象協会の木村雅弘さんに伺いました。まあ,あ台風が近づいてきているし、九州に関してはねもうすでに警戒が、えー、かなり必要だというところですが、もう交通関係も含めてタワさん広範囲に影響を受けますね。 受けちゃいますね。まあせっかくいいあのねこのシーズンなのにね。はい。<え>そうですね。夏休みこれからお盆休みで移動という方もいらっしゃると思いますが、まああのさまざま情報を取りながらですね、えー、早め早めの避難行動等々、えー、お願いいたします。うん、えー、では取り上げるニュース続いてはこちらです。うん、政府マイナンバーに関する総点検の中間報告を公表。 政府は昨日総理官邸でマイナンバー情報総点検本部を開催し相次ぐトラブルを受けた総点検の中間報告をまとめましたそれによりますとカードと一体化した保険証に誤って他人の情報を登録していたケースが新たに1000とび69件確認されこれまでの累計は8441件に増えております会合の後会見した河野デジタル担当大臣の声をお聞きいただきます あの11月末を目標にお願いをしますが、期限ありきではなく、丁寧に、えー、点検することを優先したいと思いますので、えー、期限についてはあの、協議の中で決めていただきたいというふうに思っております、えー、東京の最終版朝日毎日読売東京と4市が一面トップ、このニュース、どうご覧になりますか。<laughs> ちょっとなんかあれね、DXDX って言うんだけど、はい、<laughs> なぜやるか分かんないで、えー、わけ分わわかんない社長がかけ声をかけてて、ってそんな感じが私にしますけどね、<ー>ちょっとね、あの皮肉っぽく言うとね、はい、あれですよね、こういうの数字でやらなきゃだめなんですけどね、あの例えばね、あのなんか1000件だったら大変だって言うけど、うんうんうん、2万件稼いで、8000件でしょ、はい、でもさそのその、そもそもマイナ,マイナ保険証って9000万,万件出てるから、だから大体だから 1, 1>, 1万人にして、 一人なんだよね。<ー>こんなめった当たらないですよね。で、このくらいはどのくらいの確率かっていうと、宝くじ十万円ぐらいの話だから。うんはい、あ、宝くじ十万円。当たるかどうかってそうそう。ね、こ、こういうのをベースにしながらね、もうちょっと違いやり方があってね、これね、政府と。 総点検、総点検って言って、はい、要するに全部その保険者とか、そういうのに、自治体に委ねてるわけね、で保険っていうのはすごく複雑で、各自治体、あの市町村がみんな持ってるような、健康権持ってるんですよね、それとあと、民間だと、ほら、あの民間憲法、協会憲法っていうのがあって、はい、それで、あとものすごく数が多いんですよね、はいで、そこの人はものすごく大変なんだけど、その人たちがどのくらい困るかっていうのをちょっと考えちゃうと、はい、これ、実施期間っていうのは10万近くあると思うんですよね。 10万件あの1万期間ぐらいやってるわけね。<ー>その人が多分3人ぐらいは多分やるでしょうね。なそれで2時間ぐらいやるでしょう。ちょっと2時間だと時給は1500円だから3000円だとすると、はい、それだけでそれでちょっと全体を計算するとね、はい、もうこれ。 9億円ぐらいかかっちゃうんで、10億円近くかかっちゃうんでね<ー>それだったら単純に人件費だけでもそれだったらさっきちょっと言ったんだけど10万円ぐらいの宝くじっていうので10万円で今回の話だと、まあ、1000件でしょこれで1億しかかかんないんだよね樋口、うん、なるほど要するにどういうふうにやるかっていうと、はい、あの これ原則はの手の情報の原則は実は情報は国民が持ってて国民がチェックできるって大原則あるわけねだから私だったら国民に全部調べてください当たったら言ってくださいそしたら10万円払いますって間違いが分かったら10万円払いますこっちのちのがコスト安なんだよねそれでこれは BCA 方法ってんだけどこれやればいいのになななななんんんでやいいのかかん。調べるのはマイナポータルのサイトを見れば簡単に分かります。 続いてて教えてニューーースキーワードです長崎,原爆の日長崎は今日アメリカによる原爆の10日から78年の原爆の日を迎えました今回は台風6号の接近を受けて安全確保を理由に平和記念式典の屋外開催を断念会場を平和公園から屋内施設デジマメッセ長崎に変更して規模を大幅に縮小します 式典参加者は、式典参列者は、当初およそ2400人を見込んでおりましたが、長崎市長などおよそ40人にとどめ、岸田総理や各国大使ら来賓の出席を取りやめます。被爆,被爆者の代表は出席をしまして、平和の誓いを読み上げ、そして鈴木志郎市長が平和宣言で G7 の核抑止を前提とした考えを批判し、核兵器廃絶への道を進むよう求めるということ そうであります <laughs> こっちも同じわけね、うん、なかなか核抑止論というのは、なんか認めがたいんですかね G7 のね広島サミットでえ、広島ビジョンというものが採択されましたが、ええまあ、長期的な部分の核の廃絶というところと、うんまあ、そして短期的な面で見ると、すべての国の安全が確保されるという自分が入っていると。うん だからあれね、核抑止っていうのが嫌なんだけどでもこの話、まあね、さっきちょっと言ったけどあの昔は理論であって。 たとこころもあるんだけど、まあ、冷戦戦時にははれで実は戦争はなかったわけでですよねよく知でねなぜならばねあの要するにやったらものすごくやられるかもしれないっていうことをもうすぐあの攻撃を受けたらた直ちに反撃するって核反撃するって言ったからねそれ結局なかったんですよね。で今回それを延用していくとね要するにこれは核保有国と核保有国の間はこうなんだけど保有国と非保有国はどうなるかっていうと。 保有国を脅したら、もう非保有国は何もできないというのはウクライナでよく分かったんですよね。それであの通常兵器でももし、ウクライナを応援して、アメリカを本気になって応援するば、ロシアはやっつけられますよ、通常兵器でも。うん、でもそれでも最後、急速の交、ね、換もなるからいけないというので、できないわけでしょ。うん核兵器を使われてしまったらおしまいない、これもだからはっきり言えば、抑止力、抑止論のと全く同じなんですけどね,ねあ、まあ。むしろこちら側、西側が抑止されているという,そう,いうことですね。<件>ええ、だから こういうのでもうすごく現実も明らかになってるんだけどまだこの抑止に、えー、ダメだって言っちゃうと実は本当の平和なならないんですよねあのいろんな格言があるんだけど戦争っていうのはやっぱり何時平和をすればあの戦の備えはな,なせっていうのがあるんだけど、ね、<ー>これがやっぱり一番あれなんだよね、はい、やっぱり真実なんでなんとなく現実はそうじゃないに思っちゃうんだけどでも相手,相手のある話で相手とどのように向かい合って戦争をなくして 平和に保つかっていうのが一番重要なんですけどねうこういうのを抑止っていうのをやめてじゃああれですよねあのなんか全部ギフアップしちゃったら、はい、要するに保有国はすごく楽ですよね。だお隣の中国あと北朝鮮ロシアって3つに囲まれてるから日本はものすごく、はい、それで日本は非保有国でしょ。だからすごく大変なんで だからお隣の韓国なんかはもう核兵器を持つと核兵器を持たないにしても核シェアリングっていうのであのアメリカとの間で、まあ、やるというのはまあヨーロッパなんかやってたわけだけど NATO、ね、に入りたいのはみんなそうですよねだからそういう現実を踏まえないでただ平和だけ記念すればいいっていう話で平和はっていうのは重要だけどただ望んで、望んでいれば本当韓国はあ核武装論であるとかあるいはそれに対してアメリカ もうそれはまずいと。 カクカクさんになっちゃううとといこででもなかったら本当に脅されたらどうなるかってウクライナ見てて分かるわけですよ。ウクライナ見てて分かってそうすると同盟国だって要するにウク,ライナウクライナを勝たせるまではやってくれないってことになるから要するにものすごい戦争になるだけなんですよね。それが嫌だからそうするとやっぱりあの核を持っている時には核を持たないと平和は保たれないっていう現実あるわけですよねう、まあ、そうするとねあの日本に引き比べて考えると、まあ、日米同盟があると。でうんえー、今はアメリカ アメリカの核の傘に入っているとされているがこれが本当に信頼できるのかっていうのを日本としては問わなきゃいけない。信頼さ,さっきちょっと話したんだけどコミットメント信頼っていうのあるんだけど、はいうん、アメリカの普通の戦略だったら日本のためにわざわざ自国を脅威にさらすことはしないです。あ<ー> <laughs> だから要するに核でやられた時に核で報復をアメリカがするかってはしないですねあ。日本に核が落とされた時にアメリカが自国の都市を犠牲、ね、危機にさらして撃つかというような話、うん、しないですね。 いうことですよねそこを考えると日本としてはより強いコミットメントを求めるであるとかそう、求めるとかあと通常兵器でも強烈な、ね、あの反撃力があるとかね、そういう形にしなきゃいけなくて、多分だから核被爆国であるかこそ、実は核兵器を持って防備する権利があると思いますけどね、うんも核保,保有するんだったら、それちょっと問題点だったら核共有で NATO に入るとかね、そういうことを入る。 やるっていうのが普通だと、その普通の合理的な戦略なんですけどね。で、こういうのこの私ねこの季節になるといつもこの話ができにくくなってね、もう新聞なんかだともう抑止がりだいひどいってそういう風うに思うでしょ。そうするとそれで結構流されちゃって、あの冷静に合理的に考えるようと思わないんだよね。うん,うん。まあ、他方、この被害があったんだぞというのは世界中に突きつけ そういけばいい。だからこそ我々はいろんなあのまん権利が二度とやられたくないためにっていう権利はあるっていうた方がいいですね、うん。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ。自民党モテ議派今日から研修会開催。 新型コロナウイルス感染拡大の影響で自民党の各派閥が開催を控えていた泊まり込みの研修会が4年ぶりに復活しております麻生派は先月末にすでに開催そして今日から2日間の日程で茂木派が横浜市で研修会を開き9月中旬を軸に検討されている内閣改造や党役員人事を見据えて結束を確認するということです。 まあなんか何々書きセミナーとかねはい避暑地だとか派閥ゆかりの地で泊まりがけでやるっていうのがねゴルフね大体ゴルフなんですねゴルフねそれ親睦かかるのはゴルフでしょううんまあ長時間ね少人数で話ができそう4人でねはいどうやって組み合わせるのか知りませんけどね大体ゴルフゴルフできない人どうするのかなうん で、まあ、今回に関しては、まあ、内閣改造党役員人事が、うん、まあ、この夏。あるいは、秋口にあるんじゃないかと言われてますんで。どうぞ。へえ、ね。に向けてと。支持率落っこってるから、これ、内閣改造し、うまくできないと。はい。もう、解散できないですね。うん。そうですよね。解散風も6月に吹いて、これがピタリと止んでと。あれ、変に吹かして、自分でやめ、やめちゃったんだから、あれ、まずいっすよ、ああいうの。 まあ会見でのね、岸田総理のご自身の口ぶりが変わったということで、おーっとみんななったんですよ。でもやっぱり、あの時やってた方が良かったってことじゃないですか、この支持率の低下を見ると。 うんう悲惨ですよ、おそらくこの間の仙台地域選なんか見てもね、中選挙区であれだけ負けるってうのはね、結構きついですよね、あ<ー>小選挙区っていうのは、そのね、差がもっと激しく出るから、まあ一人しか受かんないいっていう、ね、そうですね、えー、だから、こういいろいろと結束を固めてどうのこうのって、自民党の前じゃないですかね、岸田おろしっていう側面も強いんじゃないですか、あそうなってくる。だってできないでしょう。 首変替えないと総選挙できないってことになったら、基しになっちゃうでしょ<ー>だから今、この、ね各ね、コロナが終わったから研修っていうのはあるかもしれませんけどね、はい、やっぱりここで、ね、あの派閥固めて、ねうん、あの総裁候補を出すとかね、うん、そういう話なんじゃないですか、はい、それで岸田落としになっちゃうんじゃないですかね。 まあ特にこの、ねえー、茂木派、見出しにもなってますけれども、茂木さん、幹事長を今やっていて、まあ、これはナンバー2というか、えー、もう実質、うんね、党を預かるトップと、うん、こういうポジションで、茂木さんが動くのか動かないのかというのも焦点になってますがで、ね、茂木派もそうですけどね、麻生派もそうだしね、安倍派もそうだし、うん、安倍派はあの8月の2021<う>ていうことでしょ、はい、総裁選出せるか、ね、出せないかって、ここで決まらないと。 出せないってことになったら大変でしょ。だ今も会長は不在でこれをどうするかっていうところでだ、うん、から下村さんがね、うん、えまあ座長のような形になって五六人で回していくのはどうだということを下村さんに持ちかけたらダメだったんでしょ。というような今日のところはだから大変なダメなんでしょ。そうするとあれですね森山さんとかまあ二会社んなんかどうするのかとかね。か要するにあのいつにまましてね派閥研修会に着目集まるじゃないですか。候補者誰だってどこどこ付くとかね。うん うんう話にななるかもしれないしれ、ね、いねえ折しも森山さんと二階さんと菅さんがおとどいあったりとかねだから大きなね塊ですからね、はい、どうするのかしらねそのあたりがうん結構いろいろこう <laughs> 多数派工作的なうごめきが。 あるでしょうね、でも岸田さんがもともとね、そんなに圧倒的な派閥じゃないですからね、今、党内、第5派閥と。どっかで組んじゃったらね、あっという間に岸田落しになりますよね、麻生さんかなんかが、あれですよね、ちょっと願いったら、もうあっという間に崩れるんじゃないですか今はね、麻生さんのところと茂木さんのところと、岸田派、3派主流とやってますけどね、麻生さんは分かんないですよね、かんなんなすかね。 まあ、ひい意味での宏池会だから、あの、はい、ある程度は。まあね、裏切ないと思うけれど。もうちょっと前までは大宏池会構想みたいなことをねそうそう。あったからね。杉田さんとこと、麻生さんとこと、谷垣さんのグループとと、うん。そうですね。でも、まあね、選挙は勝たないと、議員はダメですからね。うん。 こんだけ支持率を起こっちゃうと、もう結構危険地域に近づいてますよね。うん、おまあ支持率に関して、まあいろんな世論調査が出てますけれども、一部には下げ延まったんじゃないかみたいなのがありますか。うどうですか。そうですかね。分かんないですね。なんか明る要素もないしね。なんか。うーん。うーん まあこの先の、まあ、ここのところはね、えー、ずっとこう地方安家だとかを,、うん、を総理、続けるんだとで車座集会をやってみたいなこと言ってますが9月になると今度外交の季節になってくると、うん、この辺で得点上げたいところなし、ね、問題しか上がらないでしょあ北朝鮮に絡んでいるところですか、うんうんうん まだなかなか大変だと思いますよ、こ,のあこれを引き上げるのは、うーんあのサミットで上がって、その勢いで、ね、やっちゃうのが一番良かったということなんじゃないですか、結果的には。ゼレンスキーさんも来たタイミング、それを逃しちゃって、ね、自分の、ね、発言で逃しちゃったわけで、ああ。 まあ選挙の準備すでにかかってたというねかね。っっみんなかかってであの事務所を押さえてとかたくさんいましたけどね <laughs>。そのお金どうすんだとかそういう話にううつまんない話が多いんだけどね。まあでもこのあの。 自民党内で派閥でやってるんだけど、まあ、全体で支持率自民党の支持率も怒ってきちゃってるんでねんやっぱり保守派の岩盤保守,保守派の人がどんどん,どんどん離れてるって感じは私にはしますけどねそれがこの間の仙台市長市議選に現れたのような気がしますけどねその辺が維新に流れて流れるんでしょうねだから、えー、と仙台で3つ落として維新が落っこちゃったってんだからね中、はい、選挙区で会うって珍しいと思いますよ。 うん,うんまあなかなかこうね、うん、大きな風が吹かないと動かないっていうのは中小企業では言われますもんね、うん、本当にだからおこっちゃ支持率おこっちゃうともう本当に惨めですからね、うん、ひょっとしたらですよねあの制限交代って話もしもしね維新の方がたくさん出しちゃったらってそこまで行っちゃったら大変ななっちゃいますよねああこれそうするとその体制が固まらないうちにまあある意味こう勝つ勝つか勝たないかというよりもよ負けを少なくするために。 早めに解散みたいな印象。それが6月だったんですよ。<ー>6月はだから全くその準備維新ができてないから。はい、維新のババ代表がね、私ババ代表にあの話した時にね、いやあのやんなやんなくて助かったって言ったんだから。おお。それ野党の同志に助かったとっ言われちゃうまずいでしょう。<laughs> うん、えー。今日のスクープアップ、まあ自民党各派閥の研修会などなど、まあ今後の政局というところを話しいただきました。 あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩二の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK コージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 Twitter では平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください 忙しい朝、そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ、AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。